今スタジアムの拍手に包まれながら両チームの選手がピッチへ姿を現しました。ヴァンフォーレ甲府とモンテディオ山形の一戦です。大事になってくると思います。はい、明治安田生命 J2 リーグ第32節ヴァンフォーレ甲府とモンテディオ山形の一戦、前半の45分が始まりました。斜めの動き、山田浩太を使うか、右山田浩太が空いている、その山田浩太切り返して山田のシュートを放った。これはポスト。甲府としてはヒヤリとする場面、山田浩太は決めたかった、そんなシーンでした。さあこちらは山田浩太の決定機の場面。そうですね、やっぱり時間も必要なのかなとは思いますね。はい、さあ裏へ抜け出したビニシウス・アラウジョ、ゴールキーパー1対1、ビニシウス、これはゴールの左、惜しいシーンとなりました。左の荒木、グラウンダーのクロス、ファーサイド関口、中村のシュート、ファインセーブ。山田浩太、個人技を見せますが、山田陸がカット、左へ展開、荒木斜めの動き、宮崎中央に三平、ファーサイドに宮崎、シュートが放った、決まりました、宮崎純真のミドルシュート、自分で打ってきました。非常にいいプレーだったと思います。後半から途中出場した鳥海がラインブレイク、フライの動きを見せています。そして山形、攻守の切り替えが激しくなっています。前を向いた鳥海、狙っていった鳥海のシュートが決まった、超ロングシュートが決まりました、鳥海良樹、今シーズン4点目、見事なシュートとなりました。小倉さん、ここでよく受けてターンしましたし、でここからの、もうシュートにするっていう判断の速さ、はい、もう素晴らしいと思います。向かい風で届かないかなと思ったんですけど、そうですね、本当素晴らしいプレーだったと思います。はい、ここで試合終了のホイッスルです。ヴァンフォーレ甲府とモンテディオ山形の一戦、2対0、ホーム甲府が勝利しました。